最後に地上に来たのは前回の魔王封印か。何千年前だか思い出せないぜ。女神様、その口調は。口調？こっちが本来の私の喋り方だ。なんか文句でもあるのか？お姉ちゃんが変身した時のいつもの喋り方だわ。こっちの方がお姉ちゃんにそっくり。パー、なんか落ち着くな。前のイベントで思いっきり敬語を喋ってた時、ツッコミ入れようかどうしようか迷ってたんだよね。Don't worry, Neptune, I did this for you. Sort of.私としては深海の時の喋り方の方が。深海では仕方なくだ。女神らしい行動をするときは態度に気をつけろってグリーンハートがうるせえからな。ホワイトハート、またそんな言葉遣いをして。皆を導く者としてふさわしい振る舞いをなさいませ。他のお二人もですわよ。グリーンハートは印象そのものは変わらないけど、なんだか委員長タイプになっているわね。四女神の長女って感じだね。三人も妹がいるなら羨ましいですわね。まあ特に姉妹設定というわけではないと思いますけれど。無事に遺跡からご帰還なさいましたね、四女神様。ここが冒険者の拠点、ウィシュエルです。ウィシュエル、前の戦いの時に作った拠点じゃねえか。まだ残ってたんだな。懐かしい響きですこと。風景は変われど、私たちがつけたその名は今も残り続けているんですのね。悠久の時を経てなお町が栄え続けているのは喜ばしいことだわ。私たちが悪しき者どもの手からこの地を守らなくては。そしてあの大聖堂、地上の民が四女神の加護を信じる心も変わらずここにある。皆に感謝しなくては。さて、女神様に降臨していただいたばかりではありますが、いよいよ最大の試練、魔王との直接対決を迎えようとしていますです。幾多もの困難を乗り越えてきた皆様のお力があれば、きっとこの世界は救われると信じております。魔王幹部はハイとアトライオに魔界とのゲートを築き、魔王復活を企てている模様ですわね。これからすぐにハイトに乗り込むか。復活される前にゲートをぶったたいておけば。難しいわね。やはり最深部には外部からの侵入を阻む結界が張られているようだわ。はいです。魔王の最高幹部である2体のモンスター、双壁が中心となって結界を作り上げているです。ようやく出てきたわね、双壁。やっぱり一筋縄じゃいかないみたいね。それじゃあまずは結界を作っている双壁とやらを崩しにかかりましょうか。ブーケちゃんが似顔絵を見せてくれた鎧のおじさんとおじさんと戦うんだね。ぐっ、おっと、おじさんじゃなくて鎧の中身は美女かもよ。美女かどうかはさておき、人相書きだけではやや情報不足ですわね。どんな攻撃を仕掛けてくるのか。今までだって大した事前情報は得ずに戦ってきたじゃない。大丈夫よ、問題ないわ。あと2人だけでラスボス？私はもっといっぱい敵が出てきたって平気よ。女神様が登場したばかりだし、ストーリークリアまではまだもう少しあると思うな。分かっているボスが双壁と魔王っていうだけで思わぬ伏兵がいるかもしれないしね。はいです、お気をつけください。ひとまず双壁の2人は異次元エリアのどこかに潜んでいるとの情報が入っているですが。女神である私たちであれば、邪悪な波動をたどっていくことで見つけられるはずですわ。
ナビは女神様にお任せするとしまして、私たちは出発の準備を整えましょう。それでは準備ができましたら一度大聖堂までお越しくださいです。あいつら何回姫の邪魔をすれば気が済むっていうのよ。でもまだよ、まだ負けてなんかない。姫は何度でも立ち上がるわ。そう、一握りの灰からよみがえるフェニックスのように。ストーリーなんかもうどうだっていいわ。ツールさえあれば四女神の力なんて無用の成仏だし。 Kind of lost to us normal people. I don't think you can defeat the goddesses like that. 次はこの黒の原野に来るはず。先回りでしもべをたくさん呼び出して、今度こそコテンパンにしてやるわ。女神ともども姫の前に全員這いつくばらせて、姫こそが四女神オンラインに君臨する女王にふさわしいんだってこと。そうなればこのゲームのタイトルはもう黒猫姫オンラインでいいわよね。待ってくれ姫。何よキリア、姫の言うことに文句でもあるわけ？だったらあんたともお別れね。そんなこと言わないで。いや違う、今こそビシッと言うべきなんだ。姫、もうこんなことはやめにしよう。このゲームはプレイヤー同士で争うようなゲームじゃない。ましてや不正を使ってまでなんて。 GM に見つかるのも時間の問題だ。その前に自首すべきだと僕は提案する。何を言い出すかと思えばバカも休み休み言いなさい。ここまでやっておとなしく引き下がれるわけないでしょ。今までだって GM のことは巻いてきたし、次こそはちゃんとチーターの力を制御してみせる。それで済む問題でしょうが。いやダメだ、これ以上こんなツールを使ってはいけない。僕は君を愛しているから止める。今すぐそれを捨てるんだ。何それ、自分だけは手を汚してないとでも言いたげね。この黒の原野にだってチートを使ってきたってのに。僕だけが清い身などとは思っていないさ。だが君を止めることができず、ここまでズルズル来てしまったことを後悔しているんだ。どうしても彼女たちと一戦交えたいなら、ツール抜きの完全実力勝負で挑もう。それなら僕も付き合うから。そんなの姫は望んでない。キリア、姫の話全然聞いてくれないのね。いや、本当に君のためを思っているからこそ僕は。うるさいうるさいうるさい、キリアのバカ育児なし。もういいわ、私一人でやってやるんだから。そうよ、最初から私一人で十分だったのよ。姫、やめてくれ、これ以上は。姫、まだ動かしてないのに勝手に動いてる。それに画面いっぱいに出てるこの表示は何？気持ち悪い。ダメ、ツールの管理権限が剥奪されちゃう。やはりそんな危険なツールに手を出すべきではなかったんだ。待っていてくれ姫、今愛の騎士が正義の剣を振る。デアーノバカタストロフィー。もっとだ、もっと早く。さらばだ、愚かなる騎士。こんな
撃で HP がレッドゾーンに。おお、これは驚いた。我の一撃を受けてまだ生きているとは。だがすぐに楽にしてやろう。ああ、チーター知ってばやりすぎ。弱い者いじめはあんまり。Oh, so your name has been changed to Mastermind now. Perfect name. これは失礼。貴様はあの時のよくも僕と姫をたばかってくれたな。そこへ直れ。え？君だって楽しんでたじゃん。今さら被害者面なんてやめてほしいよね。ツールを経由してデータは十分取らせてもらった。おかげさまでチーター氏も無事独立。君たちも晴れてお役御免だよ。最初からそれが目的で僕と姫にツールを渡したのか。え、うん、今さら気づいても遅いけん。いや、でも本当に感謝してるから。この AI をあと少し改良すればリアル世界にも革命が起きるはずだよ。姫を、姫を解放しろ。おっとと、すまそ、忘れてた。それじゃあお荷物はさっさと捨てて身軽になろうかなと。姫、チーターから切り離されたのか。聞こえるかい姫。さ、そろそろ出撃と行こうか。チーター氏、遠慮なんかいらないから。4女神オンラインを原型もとどめないレベルでぶっ壊しちゃってね。御意。待て、どこまで僕たちを愚弄すれば気が済む気だ。目の前の表示がめちゃくちゃに。なんだこれは。すまない姫、僕は君の剣となり盾となると約束したはずなのに。 Oh shit, I didn't expect that to happen. I mean, you know, totally, the guy was evil all along, you know, the mastermind. I mean, that much was obvious. Oh, there are so many events.中盤でつまずいてるのに。へへー、私たちにかかればこれぐらい。ロム、ラム、女神様を連れ出して一体何をしているの。これはその素敵なお姉ちゃんについての自慢を。なんて恥ずかしいことしてくれてるんだ。ほら行くぞ。
んだかな。ゲーム的な眺めと言うべきか、シュールな光景って言うべきなのか。Okay then. A few thousand years ago, this was a military base, but now it's gotten pretty freaking peaceful. Wow, the real goddess is here. Can I have? Okay, what is in here? Otsukare-sama, Neptune. Are, Megami-sama, konna tokoro de nani shiteru no? Gekai no hito no kurashiburi o miteita no. Minna ikken heiwa sou ni kurashiteiru kedo, doko ka hyoujou ni kageri ga aru.私確信したわ。魔王を倒さないことには本当の意味で誰もが笑顔にはなれないとね。あ、ネプコ。そっちにいるのは。ああ、女神さんを降臨させたんですね。魔王さんまであと少しです。ネプネプ、頑張ってくださいです。ネプテューヌ、こちらの皆さんは。私のお友達のアイちゃんとコンパだよ。あなたたちがネプチューヌからいろいろ聞いているわ。お店をやっているんですってね。ええ、女神様も私たちのショップにぜひいらしてください。いつでも来てくださいです。ありがとう、二人とも。みんなで一緒に頑張りましょう。あら、グリーンハートではありませんの。ごきげんよう。ええ、ごきげんよう。ん？物問いたげな顔をしているように見えますが、何でしょうか？察しがよくて助かりますわ。ベル、あなたに聞きたいことがありますの。妹というものは一体何でしょうか？なんですって？私の分身とも言えるあなたが妹をご存じないんですの？ええ、高貴かつ聡明な私にも欠けているものがある。それが妹ですのよ。なるほど、さすがはもう一人の私。恐ろしいほどのシンパシーを感じますわ。よろしいでしょう、私が妹の何たるかについて語って差し上げますわ。ええ、お願いいたします。妹とは。30 minutes is a little generous, isn't it? 甘えたがり、血を分けた妹を守らずにいられる姉がどこにおりましょうか。いえ、いるはずがありませんですわよね。あるいは血を分けずとも、身近な年下の女の子に対して姉属性を持つ少女たちは DNA に刻まれた宿命を思い出し、妹に惹かれ妹を愛するようになるのですわ。なるほど。あれ、レールさんとグリーンハート様じゃないですか。お二方ともそんなところでどうしましたですか？いえ、私たった今このアルスガルドの真理について悟ったところでしたよ。And now I suddenly agree with the Demon King. Let's destroy the world. ようこそおいでませ、妹萌えの会へ。末永くよろしくお願いいたしますわね、ベール。なんだろう、私果てしなく。ネプギア様もですか？実は私もだったりするです。The thought of a younger sister, for some reason my heart flutters. あそこにいるのはブラックハート様、それにユニも。お姉ちゃん、今ブラックハート様とお話ししてたところよ。お姉ちゃんが女神化した姿と四女神オンラインの姿は少し違うけど、どっちも素敵だわ。
に行ったら、まあ私がベースなのは変わりないしね。あのブラックハート様、一つ質問があるんですけど。あら、何かしら。繁栄を司るブラックハートって伝承で語られてますけど、具体的にはどんなことなのかと思って。そうね、私の半身であるこのウィシュエル全体で文化が洗練され、人々の豊かさにつながるよう加護を与えているわ。それだけじゃない、四女神の人格や姿は地上の人々の理想を反映している。だから私はいろんな意味で全国民に義務と責任を負っているの。そんな私には一分一秒の余暇もない。過ぎ去る時をひたすら惜しみ、自分を高みに押し上げるしかないの。さすがブラックハート様、お姉ちゃんが普段言ってることと同じだわ。余暇が1分1秒もないんなら、今ここで一体何をしてるのかってツッコミが入りそうだけど、そういうことではないのよ。まあ人の振り見て我が振り直せよね。微妙に他人じゃないのがあれだけど、まあ、さて私たちもラステーションの繁栄のため力を合わせて頑張る。Okay, alright, now Kaz and Yvain. I was just thinking about this, but would the goddesses have a costume? I highly doubt it, but it would be interesting. Probably not. Who should I do first? I want to do this here, for the sake. わからない。今のは単語に反応しているわけじゃないってことですよね。お願いします、ソースコードの端っこの方だけでも教えてもらえませんか。それは禁則事項ですので。ネットギア、あれブーケちゃんとにらめっこしてどうしたのさ。お姉ちゃん、あのね、ブーケちゃんの会話アルゴリズムが全然わからないんだ。アルゴリズム？何それ、ハンサムになれる体操の一種？アルゴリズムだよお姉ちゃん、コンピューターを動かすための計算方法っていうのかな。ブーケちゃんが一体どんな仕組みで自然な会話をしているのか気になっちゃって。以上は何か計算の方法があるはずだけど、きっとものすごく複雑な仕組みでできてるんだよね。ベールさんは中の人なんていないって言ってるけど、私にも少しでも近いものが扱えたら、もっと自然な会話ができるお姉ちゃんロボができると思うんだけどな。Neptune really is going to start the robot invasion. She even is planning to replace her sister with a robot. もちろん、お姉ちゃんとお姉ちゃんロボは別だよ。でもこれは私のロボット研究にとって永遠のテーマだから。永遠のテーマ。マスターもそのようなことを言っていました。マスター？もしかして AI の作者さんですか。すごい研究者なんだろうな、会ってみたいな。なになに、ブーケちゃんのお母さん、もしくはお父さん。ねえねえ、どんな人なの。それは禁則事項ですので。禁則っていう割には結構ポロッと重要っぽいワードを出したような。意外とうっかりな面もあるんだよね。そういうところも人間らしい感じがするな。I am glad we were revived, but it is alarming to see the people trembling from the threat of the Demon King. For some reason I don't feel a real sense of danger anywhere, and most people seem to just do whatever the fuck they want, to be honest here. That might be because I'm playing an Neptunia game, which isn't really serious most of the time. 次の方、
Man, you know, Vert, I think for some reason she has a lot of sins to confess. I'm actually kind of shocked. This is a big plot twist. I didn't expect this at all. Sort of, although it does make sense, actually. じらすのがお上手ですわね。ここにいたら私気になっていつまでも質問し続けてしまいそうですわ。それは不本意ですので、この辺りで失礼させていただきますわね。はあ、女神様、どうか迷える子羊にお導きをなどと言いつつ、私自身も十分に迷える子羊です。オーケー、教えてベルベル。本日のお茶はアッサムのオレンジペコですわ。オレンジペコは勘違いしている方が多いのですが、銘柄のことではありませんのよ。等級を表しているのです。オレンジペコタイプの茶葉をブレンドして作った紅茶というのが最も正しい呼び方になるのかしら。以前ネプテューヌにお出しした時は名前からみかん味だと思い込んでいたようで、想像してた味と違うなんて言っていましたけれど、俗にオレンジペコの呼び名で紅茶が売られている場合、セイロン茶のブレンドであることが多いですわね。そうそう、決して品質の良し悪しイコール等級ではありませんの。さらに言えばそれらで味の良し悪しも決まりませんわ。紅茶を入れる人の心得と気配り、おもてなしの精神、そこに全てがかかっておりますのよ。それでは良いティータイムを。Whoa, the goddesses are here. Can I have your signatures? I don't know, can you?